九州は熊本八代に、営業所がございまして、そちらから、研修に来ております。1ヶ月が経ちました。モーニングセミナーの方に出させていただいてもう1ヶ月目です。毎週参加させていただいておりますけども、毎回いろんな気づき、を勉強させていただいております。さっきお話をしていた佐藤、センター長の下で1ヶ月過ごしてきましたけども、自分を変えるっていう、大前提の下で本当に毎日、優しいスタッフ、優しい上司の下で働かせていただいていることに、日々感謝しております。これからもあと2ヶ月ほど研修がありますけども、その間こちらのモーニングセミナーの方に参加させていただくことになると思います。本当に毎日自分磨きだと思って、精一杯頑張っていくつもりでおります。帰ってからもですね、八代の方で取り組みたいと思っております。本日はありがとうございます。